はようございます。これは初めての日本語のブログだから、もうだから日本語です。If you don't speak Japanese, too bad this time. Deal with it. じゃあ今日話したい話題が、なんか今日ニュースで読んだ、一番年、世界一の年の犬を亡くなりました。東京に住んでた犬が26歳ペロンコなんかペパププなんとかちゃんとの名前の犬、なんか柴犬ミックスだったね。それ亡くなって、26歳だった。それ26歳の犬をめっちゃすごい、その僕と同じ年ぐらい、ね、違うけど、どうしよう、あ、ごめん、おばあちゃんもいるから、もうこっち行こう。それにもう自分の犬も今週誕生日があったから、もう僕の犬がもう15歳だから、もうそのことも考えて、でも16歳まで、僕の犬は15歳だけど、もう16歳またもうあと11年も生きていたのことを考えて、もうちょっと辛いと思って、もう大変、もうちょっと悪い考えだけど、あともうその犬と一緒にもう11年だったら、もうそれ良くない、ごめんね、ハックです。だけど、まだハックです。僕自分の犬が元気、まだ元気ですので、もう可能性あるかな。でも、まだまだね。だからもうすごい、やっぱりもう日本では人間だけ年まで、もうすごい年上まで生きてるじゃなくて、犬ももう年まで生きているから、もうさすが日本だね。でもすごい感動していた。すごい、それだけ。じゃあまたね。じゃあ、またね。I'll be around. Bye bye.